みんないいか、殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。あらー、マーカス、どうする？タカ派とハト派で分かれてますね。これはちょっと平和的に行きたいですね。いや、私はそういう人だから。何を勘違いしてるのか分かりませんが。おいお前、迷子にでもなったのか？結局抜くんかい。おい、何してる？あっち行け。いいぞ。結局銃使うのね。攻撃するってガチで殺してたんだ。やっぱこのゲームって攻撃イコール死か、やっぱり。シャオラ、女の好感度下がったな。もうノースは切り捨てていくしかないんだな、平和的にやるんなら。行け、突入じゃい。そんなに派手に行かなかった。見えるように手を挙げて。しゃー、ほら、 GTA 始まったぞ。グラセフ、オペレーター、ちょっと待って、 R2 使えないんだけど。行け。あ、アンドロイドか。変異させればね、よくない？え、人じゃんこれ。撃って、マーカス。やめろ、通報されるのよ。撃って。ダメだ、撃つな。いや、ごめん。そりゃごめんだわ。もうほんと知らない、あれは。もうね、犠牲だわ、あれ。たっとい犠牲、あれは。ごめん。いや、ごめん。あれは、しゃあないわ。あなたの言葉で未来が決まるの。礎となった、あいつは。マーカス、顔を切り替えてけ。殺しだけは避けるんだ。ああ。目的のためなら二人くらい構わない。レジスタンスの中でも平和主義の人間と、割と弾圧志向の。見てろ、死傷者なんて出さずともやってのけるさ。あ、ノースのお姉さんは割とあれですね、殺したがりです。おい、何してる？全然騙してない。さあ出てこい、迷える子羊の一匹目よ。見えるように手を挙げて。ゴー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 、シャラップ。オペレーターに毒ように命令する。走れお前、こんくらいは。どけ。あ、さすがアンドロイド。うわ、すげえ動ける。あ、動けない。撃って、マーカス。やめろ、通報されるのよ。撃って。ファッキュー。そんな、仕方ないでしょ。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。可能だと思った時はやるタイプ。この曖昧さ加減がこの時代に即してていいですね。いや、正直完全な平和主義だったらこんなことできないからね。一応言っておきますけど、今まで人が作ってきた道理の上に立つにはある程度過激なことが必要です。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まる。おー、大丈夫か今日の僕で。お、いいか、マーカス、顔。よし。なんだこの二人は。騙す、攻撃はしない。攻撃するを選択すると殺すからな。あのオス、何してんだ。よし、分かった。おいお前、迷子にでもなったのか。ここで何してる。どうせ故障してんじゃねえのか。おい、言葉理解できるか。本社に連絡を急げ。応援をお願いします。まずいことに。銃を抜くって今やんなかったから。あ、嘘。銃を抜く今やんなかったから。バレたわよ、急がないとまずい。私のせいか。サイモンが撃たれた。平気だ、まだいける。急いで、時間がない。見えるように手を挙げて。立って、ほら。オペレーターに毒を命令する。はい。え、なんだあの人。撃って、マーカス。やめろ、通報されるのよ。撃って。ダメだ、撃つな。撃たない、撃ったら殺すから。まずいことにならなきゃいいけど。だってしょうがないじゃん。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。撃ったら殺すんだもん。まあ、当たり前だけど、撃ったら殺すのは当たり前だけど。騙す、攻撃する。いや、騙すかな。待ってろ。あいつ何してんだ。いや、だと思ったけどさ、迷子にでもなったのか。ここで何。ノースの好感度上げてたら人殺しになっちまうよ。さすがに
いくら俺といえども。見えるように手を挙げて。立って、ほら。撃ってマーカス。やめろ。通報されるのよ、撃って。ダメだ、撃つな。すまん。仕方ないでしょ。俺、今のは一応まあ、なんだろうな、必要のある殺人なのかなと思っちゃった。マーカス視点で見てな。俺だったら殺さないけどな。どうする？騙す。攻撃は多分殺しちゃうからやめる。ノース何してんだ？さあな。おいお前、迷子にでもなったのか？Yes! I am 迷子。Yeah! Yeah! おい、そういうことじゃない。そういうことじゃない。どうしたらいい？本社に連絡を急げ。応援をお願いします。まずいことに撃たれたじゃん。バレたわよ。大丈夫かサイモン、アンドロイド側が死ぬのも嫌なんだけどな。できればもうすでに何人か行ってしまったけど。いや痛々しいな。見えるように手を挙げて。そこは強行なんですね。オペレーターにオペレーターオペレドゥーン、どれあれか。あ、1。撃ってマーカス。やめろ。いや撃たない撃たない撃たない。見逃します。じゃノースはダメだな。ノースはもうダメだ。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。あーダメだなノースは。え、スピーチ、ちょっと待って、原稿とか用意してないんですけど。うわー、あー気絶させないといけないか。殺しだけは避けるんだ。殺しだけは避ける。了解。二人くらい構わない。いや、え、マーカス結構、いや攻撃は良くない。騙そう、行かせよう。え、なんで下がるんだ。あ、そうか、あれしたからか、反抗したからか。あ、来た来た、押し落としてる。見えるように手を挙げて。立って、ほら。来たー、アンドロイドの逆襲来た。オペレーターにどくように命令する。命令して、どきなさい。人間来た、人間。撃ってマーカス。やめろ。通報されるのよ、撃って。ダメだ、撃つ。いやー撃つ、ごめん、これは撃つわ。すまん、ごめんごめんごめん、これはすまない。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。すまない、これは撃っちゃう。あーごめん。お願い、慎重に言葉を選んで。あなたの言葉で未来が決まるの。すまない。あーでも撃たんかったらよかったかな。いやでも通報されたら未来がな。殺しだけは避けるんだ。目的のためなら二人くらい構わない。お、ちょっと思想の反発があるな。騙そう。待ってろ。いや、これは騙した方がいい。合理的だ、死体を増やすよりも。おいお前、迷子に。おい、どうした、どうした、騙すってどうした。迷子のお知らせです。見えるように手を挙げて。お、立って、ほら。でも過激だな。どけ。みんな同じ顔だ。あ、どうしよう、撃つか撃たないかみたいな選択肢。やめろ。通報されるのよ、撃って。ダメだ、撃つ。うん、あがー、バイバイ。そう、仕方ないでしょ。仕方ない。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。大きな目標のためには小さな犠牲が必要だっていう話を散々聞くじゃん。みんなが仲良くできて誰も死なないっていう思想が、まあ、かなりピースフルな思想が当たり前だけど、漫画とかの影響でね。いや、絶対に小さな犠牲は必要。絶対必要。なあ。わかるか？しかも俺もう一人殺してるからね。必要以上の殺しはしないってだけで。必要だった今のは。開けろ。ピッチ。恐ろしく早い手と、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。
多分そのカールおじさんの言葉やっぱね忘れられないと思うの、マーカスは。でカールおじさんはねきっとね、あの殺しはしてほしくないと思う。マーカスは人間がどうなってもいいっていうタイプじゃないから、考えとして。見えるように手を挙げて。どきな。撃ってマーカス。やめろ。通報されるのよ、撃って。ダメだ、撃つな。まずいことにならなきゃいいけど。メッセージを録画しよう、あまり時間がない。始めよう。このゲームだいたい撃つと足じゃなくて胴体とか撃つからな、普通に。心臓とか撃つからな。喧嘩したいわけじゃない、分かってほしいわけだから、高圧的な態度を取っちゃダメなんだよ。ちょっと待って、あの時さ、オペレーターを殺したのがどんぐらいだったかを知りたいんだわ。オペレーターを撃つ53。あ、若干多いね。まあそっか、しゃあないよな、ヒューマンだしな。